河辺光一は日本の作曲家、編曲家、トロンボーン奏者、評論家。河辺光一と表記されることも多い。1949年東京音楽学校卒業。作曲を橋本国彦、上京介に指示。1951年度研究家卒業。作曲家の眉泉敏郎は同僧であり、その出世作。 中学期のためのディベルティスマン初演には、石・辻慶一名義で加わっていた。音大卒業と同時に、日本公共楽団研究員となる。ジャズトロンボーン奏者としても著名であり、晩年まで演奏活動を行っていた。戦後直後、占領軍専用劇場、アーニーパイルの楽団に所属していた。楽団には、作、編曲家の岩井直弘やサックス奏者の坂口真。 作曲家の早川博次など著名な作曲家やプレイヤーが所属していた。また、学生時代には1年先輩の岩井直弘、2年先輩の芥川康氏と演奏していた。また、初代ブルーコーツにも所属していた。1958年に日本コロンビアに専属。河辺光一名義で数多くの映画音楽を手掛ける。1973年に吹奏楽曲。 更新曲、青空に希望してがジャバ作曲賞を受賞。1974年に、全日本吹奏楽コンクール課題曲に、高度な技術への指標が、公募入選で選ばれる。1975年にも、全日本吹奏楽コンクール課題曲に、シンフォニックポップスへの指標が、公募入選、阿波踊り校が、下屋賞の加作に選ばれた。1976年も、 ベースボールマーチが下谷賞の加作に選ばれる。また、1973年、74年には、河辺光一名義で吹奏楽の定番シリーズ入、サウンズ・イン・ブラスの編曲者を務めていた。また、評論家としても活動しており、主に経輪や協定の指南書を中心に多くの書籍を出版していた。2014年9月3日死去、87歳坊津。 ありがとうございます。